こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ、発送するための封筒の書き方がわかりません。住所の書き方のコツを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、YouTube から質問が来ましたので、お伝えさせていただきます。 悠々メルカリンの悠パケットとラクラクメルカリンのネコボスでは封筒に発送先の住所を書かなくても大丈夫です。ローソンのロッピーやファミリーマートのファインポートで受付してからレシートをレジに持っていけば発送先の住所のコピーを封筒に貼ります。ですので 封筒に発送先の住所を書かなくても大丈夫です。ぜひよろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。